えー、はいおはようございます、えー、ちょっとお仕事がほぼ目処つきそうでほ,んとほっとし,てほんとしてます、肩の荷が、えー、だいぶあのこ,この1週間重いものを背負ってたんですけどやっと今日あたり解放されるかなと思ってるんですがそうするとまたいろいろとこう、えー、あ遊び心があの芽生えてくるんですけど <laughs> 最近ギターでずっと遊んでますけれども。 あのー、この方たちの、ね、話は面白いんでねよく聞いてますあのその筋で有名な方なんですねケンケンさんってリペアマンの方なのかなめっちゃ詳しい方でねでそれで、あのー、前どっかで、ね、動画で見てねえっ、ー、とそのエレキってのはあのはボディ関係なくてボディ材関係なくてピックアップでほぼ決まるんであって ボディーは何であっても変わんないみたいななんか動画があったんですよ。ええと思ってあでもそう言われてみればそうなのかなと思って考えてたんですね。まあ、そんなのであのそんなの同じ題材についてこんな方々があの喋ってたんでどういうもんなのかなって聞いたんですけどもね。えー、であのボディ材はやっぱ 少な,から少,な少なからず影響はあるんだろうと思うんだけどなぜ影響するのかっていうのがね私個人的に非常に興味深いんですよね。あのえっとアコールスティックギターの場合にはこの短板,にな短板っていうかこう薄板になってて。 それがあの、えー、と弦の振動を共鳴してで共鳴箱の中でこう増幅させるみたいな原理だと思うんですけどもソリッドギターの場合っていうのはこんな厚い短板でしょうこれが共鳴をするのだとしてどういうメカニズムなのかな確か物には固有な振動数っていうのがあるんですよね。それで えとその振動数と一致すると共鳴の現象を起こすって確かこ,こ,この物理の時間か何かに習ったようない気がするんだけれどもそうするといいなりのするボディっていうのはまあ材質というよりはその固有の振動数っていうのがうまく。 マッチすればいいのかどうもねチャーさんがそんなことを言ってたらしいんですよね。その材質がどうかっていうのよりはその全体のバランスとしてネックとボディの重さとかなんかその辺で、あのー、変わってくるようなこ,のことを聞いたことあるんですけどもそこにすごくこだわってられるみたいなんですねチャーさんね。まあ、あれほどのすごい人がやっぱりそ,のそういうところにすっごくこだわってるっていうことはやっぱりボディとかの材質っていうのが。 材質なのかやっぱりその,その持ってる性質があの音に影響してくるのは間違いなんだと思うんだけどもそのなぜ変わるかですよねでこんな短板でこんなものが共鳴するのかなと思うんだけれど、まあ、一応鳴らし耳をここに付けてね鳴らすと一応ボディは鳴ってはいるんだよね。 でこの鳴ったやつっていううのがどういうふうに作用すするのなんですかね鳴ってまたグリッジとかを返して弦にまた影響させてでも結局コイルっていうのは弦の振動しか拾えないわけだからボディがどうなろうとそれは拾えないと鉄弦の動きしか拾えないんでもしボディ材の性質が影響するんだとすると弦が振動してそれが。 ボディを振動させてでそれがフィードバックされるからいい音が出るんだろうと私は思ってるんだけどもその時にそのどういうボディの振動数っていうかあの性質があるとチャ、えーさんが望むみたいなチャーさんに限らずプロフェッショナル人たちが望むような良い音っていうのは出てくるのかななんてなんかね、えー、非常に興味深いなと思いつつ。 えー、あの動画で、えー、見てましたけどもね、うーん、あの、突き詰めると面白い思うんですよね。ただか、必しもね、もっと高級なその素材使ったから、いい音が出るっていうもんでもないらしいんですよね。その辺が不思議だな、なんていうことで。 <laughs> またおたくなことやってあの、えー、遊んでおりましたなんかまたあのえっ、ー、といやいやそれはねこういうことなんだよなんていうのかありましたらコメントをお寄せだければと思いますよろしくお願いします。